チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。津江堰金沢アンバサダーの田翔です。今日はスペシャルないつもと違うゲストが来てくれました。津江堰金沢ユースの皆さんです。それでは早速津江堰金沢ユースの皆さんに自己紹介をお願いします。はい、キャプテンの金内青葉です。ポジションはミッドフィルダーです。副キャプテンの白山勇です。ポジションはミッドフィルダーです。上面優斗です。ポジションはディフェンスです。ディフェンスです。それでは早速この3人でお送りしていきたいと思うんですが、津江堰金沢ユース、いろいろ金沢石川県にも高校があると思うんですけど、なぜ津江堰金沢ユースに入っていただけたのか、金口君よろしくお願いします。はい、僕津江堰を必ず J1 に上げるために入りました。そうですね、まあ来年、今年来年にはもう津江堰金沢 J2 にはいると思うんで、金口君ぜひ入っていただいてトップに上がって J1 に、まあもうみんなここも一緒かな、 J1 に目指して世界目指して頑張りましょう。はいですね。じゃあ次、津江堰金沢ユース、雰囲気の方はどういう感じですかね、試合は。はい、チームの雰囲気は、練習でも常に試合を意識して行っています。練習で 120% の力を出し切って、試合前のアップではピリピリしたムードで試合に臨んでいます。とてもいい雰囲気だと思っています。みんな真面目。めっちゃ真面目。めっちゃ真面目。練習以外は、練習以外は結構ふざけてる。ふざけてます。そういうところも見に来てください、皆さんぜひ。それでは次、まあ皆さんも気になっているとは思うんですけど、津江堰金沢ユース井端監督が、指揮しています。その井端監督の、印象、雰囲気などちょっと教えていただければお願いします。正面君、監督は、怒ると怖いんですけど、怖い、すごくサッカーに対して熱心で、僕たちにすごい熱心に指導してくれて、とてもいい監督だと思います。僕たちのことをすごく理解してくれていて、オフの時はすごく面白い監督です。練習中とオフの時はっきりしてる監督、熱い、一言で言ったら熱い監督なのかな。で、練習が終わると面白い監督、練習中は怖いっす。井端監督が怖い練習中は怖いと、でも熱い監督だと、はい、まあこれからのその井端監督ね、みんなでついていって、今年の目標っていうのはちなみに何かあるんでしょうか、キャプテン。はい、今年は日本一を目標に。日本一という目標は高くっていうことですね、はい、とりあえずじゃあ石川で1位を取ってもらって、はい、全国に津江堰金沢ユースを今年は知らしめれるように頑張ってください。はい、それでは最後に、津江堰金沢ユース次の試合の告知をお願いします。はい、5月12日ワクラグランドでリオペーダラカガと試合があります。5月12日ワクラのグランドで、田代アンバサダーの元所属していたチームカガヨシーことリオペーダラカガと試合をするということで、21日ですね、あるんで、皆さんぜひ、トップの津江堰金沢だけじゃなくて、ジュニアユース、ユースとあるんで、皆さんぜひ見に来てください。この子たちが頑張ってます。それでは次の試合に向けて頑張るぜ、イエーイ。ってことで津江堰金沢、現像チャンネル津江堰金沢ユースの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。